ヨッシーってさ、うん、ポケモンカードさ、大会とかめっちゃ出てるじゃん。そうやね。うん、楽しい？そりゃもちろん、当たり前よ。当たり前か。楽しいから俺動画投稿もやってるし、そうだよね。いっぱい行ってるに決まってるじゃないですか。まあそうなんだけどさ、はい、そんなポケモンカードよりも面白いゲームがあってさ、怖い怖い怖い、何何何何無心さっていうカードゲームなんだけど。知ってるけど、やったことないって感じか。まあほぼ、もうほぼ知らないも同然。ああ、まあ知らないも同然。なるほどなるほど。じゃあさ、やろうよ。まずは1コスで動けるカードがここ辺にあるだけ。はあ、あこれアグロだと思って、これ全部1コス。ああここ全部1コスじゃん。そう全部1コスなの、これアグロだと思って、でこれとこれは一緒に出したらちょっと火力が上がるってコンボがあるの覚えといて。モンシロモンキーもうなにそれ、モンシロモンキーコンボ当たり前だから、スタバの呪文みたいなのあってもね、シールのトリガーがあるの、それが飛び出すってやつなんだけど、はあ、これも、これも、これも全部飛び出すなの。これ。破切りゴマダラカメキリゴラヤス。これがじゃあシールドから、入ってできたら、ピッて出せる。そう、出せる。から、まあ、これが手札に来たら、基本的には、このマナに埋める。うん。そういう動きをすればいい。最後のこのリオックだけが、出た。出すのが特殊で、はあ、餌にするっていう、まあ、ポケモンの特性みたいなやつで、はあ、まあ、バロモンスターを2体を生贄召喚してこいつを出すっていう、コスト踏み倒しができるか。強くねこれ。これがフィニッシャー。いや、はい、俺さ、全然関係ないけどさ、リオック結構好きやねんな。今回の昆虫でさ、俺結構ちょっとなんでやねん、いや俺結構虫好きなのよ、結構俺何やったんや、虫好き、そうそう俺結構虫好きだから、カードゲーマー、いやカードゲーマーです、やれよ。じゃあシャッフルしましたね、はいしました、そしたらまずはデッキを置いてください、はい、あポケモンカードと逆です、こっちに置いてください、あーすいませんすいません、でこれがシールドナーバルですね、これを全部割っていって直接攻撃したら勝ちなんですよ、何枚、はい1、2、3、6枚です、6枚、はい6枚置いてください、で手札、4枚4枚です、はい、これを引いて見てください、もう見ていいですこれ、大丈夫です、これ見ていいのね、はい、で見てから、先攻後攻じゃんけんあるんだよね、最初はグーじゃんけんほい、先行先行、あ、いいよ、分かんないけど基本的にアグロだから1コスのやつを出してもう攻撃していい、全部出した瞬間殴れる、え出した瞬間殴れるの、スピードアタッカー全部あります、召喚がいい、なんもない、ないないない、じゃあ、いいゴライアス、ゴライアスポーツの花ぶりを、飛び出すで出なかったらね、もういらないカードなんで、そんなになんや、はいはい、じゃあ、行け豆コアガメ、いいじゃん、これはですね、虫にはね、体力と、攻撃力があります、はいはい、で、今、あなたの番なんで使うのは攻撃力、じゃあ、豆コアガメで攻撃できます、じゃあ、わかんないけど、いけ、はい、かじりつく、はい、じゃあ自分がシールドこれで1枚割られます、はい、で、これでバン終了、じゃあ自分の番いきますね、はい、自分の番カードを1枚引いて、じゃあ餌場に1枚やって、この体力300突破できないんで場を返します、おー、はい、じゃあ次ヨッシーです、動けないね、じゃあ1枚引くぜ、はい、オッケーです、あーなるほど、じゃあゴライアス大粒、あーいいね、でもこれゴライアス出てこないってことだからね、飛び出すで、そうじゃん、あ、ほんとじゃん、お前何してんねん今、まあでも仕方ない、はい、やめることないね、あ、じゃあ1コスのカードはないと、ないですね、はい、まあ仕方ないんで、じゃあかじりつく、はい、オッケーです、じゃあ1枚めくります、はい、はい、じゃあもらいます、あれ、ずいぶんと何も出てこないね、飛び出すことないね、はい、じゃあ自分の番カード1枚引きます、はい、じゃあ1枚オーブとオールリハムシを置きます、で、2コスでこちら出します、え、群青オオコブハムシ、ただこいつね、クリアしたら200なんですよ、体力300なんで突破できないんですよ、だからこれでバンを返します、1枚引きます、ヤブキリを頭に置いて1コス使う、うまいよ、筋がいいよ、さすがモンシロチョウ、あーいいですね、わかんないけど、はい、で、これちなみにさ、ここにいるときは攻撃は、こいつにしないといけない、あ、そうなんや、はい、そうなんですよ、300、あ、じゃあ倒せないの、いや、これね、今200で100じゃん、うん、順番にこいつで攻撃したら残り体力100です、で、こいつで攻撃したらその100で倒されます、おー、なるほど、このカードゲーム、なんと、昆虫が、破壊されたとき、うん、シールド1枚割らないといけないです、え、ジリン、飛び出します、うわー出た、シールドリーが飛び出す、これを縄張りから引いたとき自分の場に飛び出しても良い、え、ま、700体力は、ちょ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 、だから飛び出すは強いんだって、だからそっちの敵にも入ってるでしょ、これも入ってるよ、この群青オオコバハムシ特性がありまして、宝石昆虫なんですよ、これ宝石みたいに輝いてますね、うん、これが虫の攻撃によって破壊されたとき、今破壊されましたね、はい、これトラッシュではなく餌場に行きます、え3コスです、おい、じゃあ、おい、騙したやん、いや、騙して、でも、騙さないといけないから騙したわけじゃないです、そのだけはよろしくお願いしますね、はい、俺の番、カード1枚ドローします、そのまま、じゃあ1枚、もう1枚群青オオコブハムシを出します、はい、で、4コス使えるので砂漠飛びバッタを出します、出た砂漠飛びバッタじゃん、知ってるの、一番の害虫、あ、害虫なんだこれ、よくあの海外とかで餌を一遍に群れになっていっぱいあの植物たちを食い
散らかす。食い散らかすんだ。食いちぎる300で、はい、まずはモンシロチョウ体力300なんで、これアタック倒します。え、じゃあ倒されるの？はい、トラッシュですね。ナーブル1枚引いてください。1枚引きます。はい、飛び出すだったら飛び出せる。サバグ飛びだバッタの食らい尽くすで400。体力300なんで倒します。豆効果でも倒されるの？はい、一応引いてください。はい。はい。あ、飛び出す。あ、飛び出してください。やぶ切り。強い。待って、やぶ切り出たのはやばい。やぶ切り。400。え、1000なんの？砂漠飛び出す。1000はやばいね。お前、そんなちっちゃい群れでしかお前生きていけない人に。はい、じゃあ、これで挽回します。じゃあ、1枚引きます。はい、どうぞ。はい、ちなみにここで、ヨッシーさんが知らないことを教えます。はい。ここ見てください。緑のダメージ ×2 って書いてます。おー、弱点。弱点があるんですよ。炎タイプ、ワックスタイプ、弱点ですよね。あー、確かに。なので、これは、噛みちぎるは800出ます。え、強っ。だから、なんと、体力700のゴマダラ噛みちぎり倒せます。はー、なるほどね。また、面白い。黒山アリを、イサバに置きます。はい、OK です。4コス使って。はい。これですね。差し羽の決命。いいですね。このカードはコストを使ってやったんで、相手の虫を1匹なんで破壊する。破壊できます。はい。もちろん、選ぶんです。砂漠飛びは。はい。で、術で破壊された時は、うん、虫の攻撃じゃないんで、縄張り引かなくていいです。うん、なるほど。で、これで、はい。で、4コス使ったんで。じゃあ、このまま攻撃します。噛みちぎる。本来だったら400だけど、100点。なので、800傷つ。サイドドライバー。じゃあポケカだ。ポケカだ。一枚めくります。どうぞ。じゃあ自分の番いきます。カード1枚ドローします。砂漠飛びバッタを、1枚餌場に置くことによって、はい、5コスで巨純強虫。うわ、知らない。こいつを出します。気持ち悪いカードです、ね。体力1300。そうなんだよ。体力1300で、なんと1000。もう強すぎる。こいつね、本当に普通にめちゃくちゃパワー高いんだけど、デメリット効果があって、自分の餌場に、緑が3つ以上ないと攻撃できないんだよ。あ、つまりこのデッキ、緑タンです。うわ、なるほどね。ちょっとおもろいな、そういうのが。そういうのあるんですよ。じゃあ、今5コス使ったんで、このまま噛みちぎるで1000点で。いや、強すぎる1000点は。はい、じゃあ1枚縄張り引いてください。はい、じゃあ1枚引きます。はい。差し映えの決命。あー、なるほど。で、1回倒します。はい、OK で倒されます。バンを返します。ありがとうございます。あえて。あー、じゃあ自分の前行きます。ドローします。まず4コス使って、はい、飛び出すの。ゴマダラカミキリ。なるほど。を出します。で、1コス使って、プラチナコガネ。うん。ここで、要は勝負を決めようとどんどん攻めていくぞ。いやでもさすがに無理。まずはちっちゃい子の方から200、白金タック200です。はい。で、この技により相手が縄張りを引いた時に相手の餌を1つ選び裏返してもいい。じゃあ裏返しますわ。まあでもあんま関係ないですね。こうやって裏返しても使えます。ああ、使えるんだ。コストとしては。あのね、こうやって緑とか参照したりするデッキとか。なるほどね。そういうのにメタリできると。おもろいな。で、じゃあ食いちぎるで。攻撃です。はい、これはい。こない、よしよし。いやー、まずい。じゃあこれで挽回します。いや、非常にまずい。いや、出て欲しかった。嘘、1枚引きます。はい、どうぞ。いや。何思いついた？は気づいた。1枚コストにします。はい、OK。そして、1、2、3個使って。はい。いけ！モンシロチョウ、モンキチョウ、コカマキリ出します。強い！カマザン撃。で、200だけど弱点なので。はい。400点。はい、倒されます。で、はい。はい、で、1枚。出てくんな。出てこない。よし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 、あるあるある。じゃあこのままじゃあモンシロチョウとモンキチョウで、はい、攻撃。こいつらが確かあれだよね、いわゆるあれじゃね、モンシロモンキ2人いるから、ね、なんと1コスなのにこいつら400になってます。いけ、吸い取るかける2、はい、400400。だから800なんで体力700しかない、倒されます。はい、1枚めくる。さあ飛び出さない。お前はまさかこの2匹を餌にして、いけリオック、相棒昆虫。いけリオック、うわぁ、よし、お前は最強の虫先プレイヤーになれる。お前それはやる人だろ。いや違う違う、俺を本当に普通にうまい。でも確かにおもろいわこれ。おもろいっしょ。このゲームちなみにさ、ゴキブリとかいないの？ゴキブリはね、いないんだけど、エメラルドゴキブリ町っていう、知ってんの？え、あれでしょ、寄生して卵を見つけてるやつでしょ。でも寄生するような効果になってんだよ。そう、ね、ゴキブリに寄生して、ゴキブリの中に卵を、幼虫を産みつけて、うん、そこで、しかも、すごいのが、寄生した後にそのゴキブリを操って、動画見てほしい、俺も。ああ、いや、いい、すごいよ、お腹を、やるよ、やるよ、幼虫のお腹食いちぎって出てくる。最初はグー、じゃんけん。はい。先行だぜ。はい、先行強いね。先行だけドローできません。あ、できないんだ、ね。はい。じゃあ、まあまあ、いいでしょう。はい。ゴライアス大津の花まぐり、君は餌だ。はい。この子出したことない。いけ、
黒山アリ。いけー。はい、これはでも今1匹しかないから100点ですね。100点。はい、100点。だから後半に一気にモンシロモンキとかと出したら1コスなのに300とかになる。なるほど。じゃあ1枚めくります。はい、じゃあ自分の番、カードを1枚ドローします。はい、じゃあゴライアスを埋めてこのまま番を返します。はい、何もできないんだ。そうなんですよ。1枚引いちゃうから。じゃあ、はい、どうぞ。ちょっと攻めちゃおうかな。はい、ゴマダラカマキリを置いて。はい、オッケーです。いけ、1コスでモンシロチョウ。はい、オッケー。いけ、アリの大群とスイタルの攻撃。はい、どっちからですか？飛び出すがあるんで。あ、あんま関係ないよね。関係ないけど、はい、でも多分突破できない。モンシロチョウから。はい、スイタルだよね。本来は関係あったりするんです。はい、じゃあ1枚です。はい。オッケー。じゃあアリの大群。はい、オッケーです。じゃあ1、あ、飛び出します。うわ、やばい。はい。やばいやつ出てきた。そう、こういうやつが急に出てくるから。やばい、それは切らない。なんか緑の強いやつは後から攻撃すると決めるんだよね。そしたらこれも処理できるから。うわー、なるほど。これがカードゲームのおもろいところなんですよ。オッケーです。はい、じゃあ俺の番いきます。1枚ドローします。大きば薄葉カミキリを置きまーす。はい、1コスで、じゃあプラチナコガネを。おー、いいね。そのまま出しちゃおうかな。はい。モンキチョウが見えてないから、モンキチョウ来る可能性あるから、こっちから処理するわ。なるほど。いや、はい、面白い。じゃあ、モンキチョウは、はい、破壊で、1枚縄張り引いてください。1枚引きます。はい、じゃあ。飛び出す。やばい、両方とも処理されそう。強いぜ、これは。はい、じゃあ、これで挽回します。はい、じゃあ、1枚引きます。はい、どうぞ。じゃあコストに、餌に刺し場への決命を置きます。はい、オッケー。じゃあこのままじゃあゴマダラカマキリで攻撃。はい、オッケー。1ヒールだけど300だぜ、これ800あるよ。へい、青への攻撃かける2倍だよね。はい、じゃあ残り体力200です。残り200だね。で、はい、アリの大群がなんと2匹逃げるから200。さっきモンシロチョウ倒しちゃったもんね。攻撃そっちだったけど、やられたな。はい、じゃあ1枚でこれが1枚めくられます。はい、こちらクワガタムシの甲冑強化カードなんですけれども、飛び出す以外にもう一個だけ、装着っていう効果が白鳥が出ます。これを縄張りから引いたとき、自分の場に虫がいるならこれをつけてもよい。この虫の体力と攻撃力を700アップ。は？チャシャーン。700？ クワガタムシの甲冑じゃん。体力と攻撃700どっち？はい、700アップします。900、900になってます。それは聞いてないね。はい、じゃあ挽回しますか。ちょっと悩むかな。あ、悩む？何？なんかあるのか。悩むな。あと一枚で。その二枚が。あ、なるほど。多分悩んでるのリオックだな。ね、だからリオックだな。手札がなくなっちゃうから。あ、確かにね。残終了。オッケーです。確かにリオックだったら弱点取れるもんね。そう、弱点取れたなと思って。さあ、それが騎士と出るか今日と出るか俺もわかりません。はい、はい、じゃあ一枚引いて、まずは一枚カードを埋めます。はい。白金タックルが900点。はい。で、まあでもこっちだな。でもこっち。はい。じゃあ長谷さん。はい。で、1枚お願いします。1枚引きます。はい、飛び出せ。オッケーオッケー。なるほど、1枚引きます。どうぞ。攻めていいっすか、自分。え、マジ来た。1コスで黒山あり、はい、1コスで豆小金。やばい。じゃあこのままこれでいけ。黒山あり、アリの大群が1、2、3匹いるか。で、300なんだけど、はい、こいつには弱点。はい、600なんで900だから残り300です。残り300ね。じゃあもう1回アリの大群で。はい、倒されます。待ってください、1枚割られたんで白鳥が縄張り。うわー、ない。よし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 、じゃあこのまま豆っこ金でかじりつく。200。うわ、ない。あ、あれやー。黒山あり、じゃあ餌にして。くっそー、いけ、俺のマジかよ。リオくん、噛みちぎれー。俺のリオックが強えんじゃん。よし、お前ら最強の虫主になれる。ちなみに虫人気プレイヤーのことを虫主って言うんで。虫主、虫主です。ということで、虫神器をカードゲーマー兼ちょっと予想外だったんですけど、まあ昆虫好きの男に布教する動画でした。生態とかもちゃんと書いてるんですよ。え、そうだったんだ。そうだから、これ遊びながら、ほんまや、他の自分の知らない虫の生態も分かるという。あ、これ相当いいね。フレーバーテキストがあるんですよ。めちゃくちゃいいじゃん。これじゃあ10点満点中何点ですか。いや、これはね100億点満点。やったー